チャオボナセーラー、えー、長谷倉敦長でございます。お晩でございます。えー、伊達武将隊長谷倉内イえー、本日もお完了いたしました。皆さんありがとうございました。いやー、ね、こう今日はね、立春ということでね、えー、それにちなんだ話をしようと思ってたんですけども、全然違う話をしました。えー、今日お届けしたのはこちらでございます。えー、政宗公とかですね、えー、二代忠宗公の 時代にはあったというこちらね、はい、えー、伊達家独特の創世、灰塚ということでですねちょっとお堅そうな難しそうなね、えー、タイトルでしたけど皆さん、えー、ね納得していただけたでしょうか、えー、灰塚というね伊達家独特のお葬式の方法がありましたというお話でした。あ、えー、ありりががととううごごござざざいいいままますすすで 来週はこちら、えー、こちらです、来週は奥州街道と芭蕉の辻ということでですね、えー、仙台城下の中心を通っておりました奥州街道、えー、そして仙台城下の中心部、芭蕉の辻のお話をします。おいずかお参りしたことありますって、ね、すごい、すごい。なかなかマニアックだと思いますよ、萩塚ね。 えー、伊達家以外にはなかなかあないんじゃないかと思いますえうちの班ではこんなお葬式をしていましたみたいなものがありましたらコメント欄に書いてください、えー、<laughs> そういう使い方じゃない <laughs>、ね、伊達家では、まあ、3代か4代ぐらいに、えー、まではこの灰塚を作っていたんですけれどもあ来週は参加しますありがとうございます灰塚終わりにはないかもいや,やっぱりそうですよね 全国的ではないんだと思います。あの、聞いたことないってね、あのー、<laughs> 研究者の方もおっしゃられること多いので、えそうなんじゃないかと思います。えー、次回はあ2月の10日でございます。はい。ぜひ皆様お待ちしております。灰塚についてね、えー、詳しく知りたい方は、灰塚って検索してください。えー、その他何か、 宣伝したいことある人いますかないあそういうコーナーでもないそういうコーナーでもないですね今日ね、あねたっぷりこういうね地図使ったんですよやっぱりね地図はいいですよね灰塚はねあのどれでやろうこのこれ,これがね「お灰塚」って書いてあるんですよねでねここにね、えー、大願寺ってお寺があるんですよ これ大岩寺ってお寺ねこれが正宗公の灰塚がある、えー、お寺になりますあの立派なね、あのー、黒漆の山門があるんですけれども、えー、そこに正宗公の灰塚がね本堂の奥行きますとねどーんとでっかいのがありますから灰塚っていうかもう古墳みたいな感じですよねお堀で囲まれて。 奴隷が気づかれて中にね塩分が立ってるというね、えー、すごいものでございます、えー、ぜひ行ってみてくださいはい今日はここまでですありがとうございます来週おいでになられる方ぜひお待ちしておりますそれではありがとうございましたちゃおー会津川お話聞きとうござったね誠さん次お待ちしてます <laughs>